はい、こんにちは、堀川亮です。今日はね、ちょっと記憶ゲームということで、このなんじゃもんじゃというこのカードゲームを使いたいと思ってるんですが、これなんかさ、あれじゃないの、俺がよくあの台本とか、まあ、ある程度ね覚えてやってるからなの。なんかちょっとスタッフのあなた方のなんか悪意を感じるな。こいつ本当にどれだけ覚えられるのみたいな、そういうのを試そうとしてるとか、そういうこと。やだね、人が悪いね。まあ、どこまでね覚えられるかということなんで、まあ、これは本当になんか2人とか複数でやるゲームなんでしょこれね。うん、でもまあこれ1人でやると結構脳トレみたいな形にはなるかなと思って、今日私試されてます。お前どれだけできるんだっていう感じですかね。はい、なんか分かんないですけど、じゃあ早速やってみたいと思います。はい、では、ここにあるカード1枚ずつ、めくっていきたいと思います。で、そこに、書かれているこのキャラクター、これにですね、名前をつけていく、ね。はい、でこのキャラクターの名前をどれだけ覚えていられるかというゲームなんですよね。そうだよね。はい、でまずこれは、はい、じゃあ決めました。どうもじょ。はい、じゃあ2枚目に行きます。はい、これなんだこれ、面白い。まあキャラクターはねなかなか面白いと思うんだけど、じゃあこれあのへへん俺ですか。はい、うわなんかまた来てるな。はい、これいいでしょうか。どうしようかな、なんだろう。はい、決まりました。いいっすかいいっすか、ね、いいっすか。はい、どうしようかな。うん、ガビョーンにしよう。番外。はい、あ、はい、あらわた。これどうしようかな。足長。みどほほ。はい、おちょぼ。あ、なんじゃもんじゃ。うん、イーゴ。うん、日本。はい、この人、この人どうも、どうもじょ。え、いいっすか。はい、足長。日本。なんじゃもんじゃ。ガビョン。これはね、イーゴ。あ、挽回。惜しいです。挽回。正解です。
こいつな、こいつなんだっけ、こいつこいつなんつったっけな、イヒオレじゃないか。どう思う、マジか、これは赤口、え、はい、この人は、二度頬。正解です。はい、ということで12問中8問正解、4問不正解。不正解というのは惜しいな。ちょっと抗って、あの近似値です、非常にベリークロースでした。名誉のために言わせていただきます。ようチャンネル。思った以上にできなかったの。俺え、パーフェクト行くんじゃねえのなんて思ってたけど、人間の記憶って曖昧だね。でもなんかいろいろこう追い込んだシチュエーションでやるともっと先鋭化するのかもしれない。まあパッと見た目の印象でもう決めちゃっちゃってるから、うん、だからまあセリフもこれ、はい、まあ面白い、なんかやってみるとこれ楽しいかもしれない。これ、何、大人数でやるときってどうやってやるの？1人で今やったとき、2人でやったときって競い合っていくんだ。そういうことか。普通に早押しみたいな形で、うんうんうん、そういうことだよね。だからパッと出して 4,5 人いてなんとかかんとかって言って正解な人が得点するわけでしょ。そうです。なるほどね。あ、俺それはどうだろうな、あんまり強くないかもしれない。あの印象に残ったやつっていくつかあるんだけれど、次第にこう薄れていくものっていうのはどうしても出てくるんで、だからこれも時間勝負ですね。はい、記憶が新しいうちにやっちゃった方がいいのかな。はい、また機会があったらいろいろ試してみたいと思います。今日はカードゲームなんじゃもんじゃを使って、記憶力テストをやってみました。どうも堀川亮でした。いいか貴様ら、高評価、チャンネル登録よろしく頼むぞ。せやかて王子、飽きまへんってそんな頼み方してたら。